カレル・ノバチェクは、チェコプロスチェオフ出身の元男子、プロテニス選手。チェコスロバキア時代から始まり、当地で共産主義が崩壊する歴史の転換点の時期をまたいで活躍した選手である。シングルス自己最高ランキングは8位。ATP ツアーで、シングルス13勝、ダブルス6勝を挙げた。 身長 190cm、体重 81kg の超新選手。6歳からテニスを始め、1984年にプロ入り。1986年7月にアメリカワシントン大会でツアー初優勝を果たす。1987年の全仏オープンで、ノバチェクは4大大会で、初めての好成績を出し、ミロスラフ、メチイジュとの準々決勝まで進出した。 1991年に年間4勝を挙げ、この年に自己最高の世界ランキング8位を記録する。1992年も3つの大会で優勝したが、4大大会ではしばらく上位進出がなかった。1993年1月1日にチェコスロバキアが解体し、ノバチェクの国籍表示はチェコになる。この年、ノバチェクは、 全仏オープンで6年ぶり2度目の準々決勝、進出を果たしたが、当時21歳のリカルトクライチェクに6から3、3から6、6から3、3から6、4から6のフルセットで赤敗した。同年の全米オープンでは、ダブルスのスペシャリストである同国人選手のマルティンダムとペアを組み、男子ダブルス準優勝者になる。 1994年の全米オープンで、ノバチェクは29歳にして、準決勝進出を決めたが、この大舞台で第4シードのミハイルシキヒに5から7、3から6、6から7のストレートで完敗した。全米ベスト4の少し前、1994年7月に、オランダヒルバーサム大会で最後のツアー優勝がある。1995年の全豪オープンで、ノバチェクは、 初進出の4回戦で、ジムクーリエに敗れたが、これが彼の最後の活躍になった。その後、ノバチェクは1995年度の4大大会で、すべて1回戦敗退に終わったが、ウィンブルドン1回戦では、日本の松岡修造に4から6、7から6、6から3、3から6、4から6で敗れている。松岡のテニス人生最大のハイライトは、 このノバチェク戦の勝利から始まった。全米オープンの1回戦では、2年前の全仏オープン準々決勝で敗れたリカルトクライ、チェクにストレート負けしたが、これがノバチェクの最後の4大大会出場になった。1996年8月、カレル・ノバチェクは31歳で現役を引退した。ありがとうございます。